カーパトロール。様子がおかしいね。ヘクター、何か気がついた？ピクルが道に迷ったみたい。ヘクターが心配してるよ。建設チームに資材を届けに行くのに迷子になっちゃったの？道路標識が間違った方向を指してるって？ピックル、ヘクターと一緒に本部に行ってくれる？マットとフランクに知らせないと。マット、フランク、助けてくれる？ヘクターがカーシティで迷子になってるピクルを見つけたんだ。道路標識がおかしいみたい。二人が操作している間にヘクターがピクルを建設現場に案内するって。マット、何に気づいたの？ピックルの言う通りだね。誰かが道路標識を回したみたい。病院の看板も間違った方向だよ。フランクに話して一緒に誰が看板を回してるか探し当てないと。フランクが怪しい車を見たって。体育のタイラーだよ。ちょうど本部の標識を回してる。
カーパトロールがタイラーを現行犯で捕まえるって。タイラー、そこまでだよ。道路標識にいたずらするのをやめなさい。タイラー、そう簡単には逃げられないよ。さすがカーパトロールだね。お疲れ様。タイラー、降参しなさい。本部内の標識をしばらく見てることになりそうだね。カーパトロール。いや、ベイビーカーのみんな、外で遊ぶにはちょっと遅すぎないかい？クリスマスイブなのはわかるけど、サンタクロースを待ってたって仕方ないぞ。絶対に見つからないんだから。ねえ、マット。サンタクロースが助けを求めてるよ。プレゼントを届けたいんだけど、ベイビーカーたちがまだ起きてるんだって。もしヘクターが休みで、フランクがスペシャルミッション中なら、マットが子供たちを寝かせないとね。ああ、なるほど。マットは子供たちを疲れさせようとしてるのか。はあ、かわいそうなマット。ベイビーカーたちより疲れてるみたいだな。何か別のことをしなきゃね。いい考えだ、マット。ミルクで眠くさせようとしてるんだね。まだ子供たちは起きているのか。信じられない。じゃあマット、
本でも読み聞かせてみたらどうだい？子供たちが寝たぞ。まあ、マットも眠たそうだけどね。今のサンタじゃない？サンタクロースは絶対に見つからないんだ。メリークリスマス。ほっほっほー。カーパトロール。今日のカーシティは一体どうしたの？みんな運転がめちゃくちゃだよ。マットとフランコも何か違うよ。何があったの？そうか、オイルが漏れて道路が滑りやすくなってるんだね。危ないね。でもどうしてこんなことになったの？調べてみないとね。あ、信号赤だよ。マットは大丈夫そうだけど、フランクは誰かが止めてあげないとオイルで横滑りしちゃうよ。フランク気をつけて。フランク、大丈夫？道で反対向きになっちゃったけど、少なくとも止まれてよかった。信号は青だよ。フランク、向きを変えてマットに追いつこうね。フランク、何かに気がついたの？ああ、タンカーのタイソンだ。あれ、タンカーから何かこぼれてる。マット、ちょっと待って。フランクのサイレンが聞こえる？向こうに戻って一緒に来てほしいみたいだよ。ねえ、タイソン、後ろからのサイレンが聞こえる？止まってくださいっていう合図だよ。あら、オイルのせいでスピード落とすのも難しそうだね。やっぱりタイソン、君のタンクからオイルが漏れてるんだよ。タンクを直さないと。レッカー車のトムを呼ぼうね。よかった、トムが助けに来てくれるって。トムが着いたよ。トムが早速穴を見つけたみたい。トム、どうしたらいいかな？マット、手伝ってくれるよね？
マット、穴の上に接着剤をスプレーして、それからその上に金属を貼り付けてね。よかった。体操を直せたよ。みんな素晴らしいチームワークだよ。もう一つやらないといけないことがあるんだ。カスティをきれいに掃除しようね。ああ、いいアイデアだね、フランク。みんなで協力して掃除すればすぐに終わるよ。その調子。みんなまたね。スーパートラック。今日はとっても寒いね、ボビー。こんな寒い日に船を出すのは危ないかもしれないよ。ああ、ボビー。川には氷がいっぱいだ。氷山だよ。隙間はとっても狭いけど、通れると思う？気をつけてね。あっちゃー、ボビー、怪我をした？ボビー、大丈夫？ちょっと待って、ボビー、サムだよ。サム？ボビーを助けてくれる？二つの氷山の間に挟まっちゃったんだ。スーパートラックを呼んでくれるかな？カール、ボビーが事故に遭っちゃったんだ。氷の間で立ち往生してるんだよ。助けてくれる？カール、今日はどの乗り物に変身するの？うわぁ、砕氷船のスーパートラックだね。さあ行こう。ボビー、もう少しだよ。スーパートラックが来てくれるからね。あっという間に氷山を粉々にしてくれるよ。トーラインがあるよ、ボビー。それに捕まって。
サム、トムを呼んできてくれる？ボビーをガレージに連れて行かないと。ボビー、トムだよ。修理してくれるからね。ありがとう、スーパートラック。すっかり助かったよ。もう帰っても大丈夫だよ、スーパートラック。ボビーを助けてくれてありがとう。これで他のボートも安全だね。みんなバイバイ。またね。スーパートラック。シャーロット、ゼリー、こんにちは。今年一番のビッグカーレースの日だね。楽しみだね。レースで大活躍してね、ジェリー。シャーロット、なんだか心配そうだね。え？参加する車を全部ここまで運んでこないといけないの？レースは午後5時から始まるけど、どうやって全部運ぶの？素晴らしいアイデアだね、ジェリー。スーパートラックを呼んでこよう。カーシティで誰かが君の助けを呼んでるよ、スーパートラック。わあ、まずは秘密の地下室で変身だね。カール、何に変身するの？カール、トランスフォーム。すごいよ。さあ、急いでシャーロットを助けに行こう。シャーロット、スーパートラックが助けに来てくれたよ。みんなもスーパートラックに会えて嬉しそう。さあ、車を全部時間通りにレース会場に運ぶにはどうしたらいいかな。いいアイデアだね、スーパートラック。君とシャーロットで半分ずつ車を運べばいいね。いいチームワークだね。さあ、レース会場に行こう。着いたよ。
シャーロットが時間通りに車がレースに参加できるように助けてくれて本当に感謝してるって。協力して一緒に働くと遊ぶ時間までできるんだね。今日も助けてくれてありがとう。みんなまたね。